はい、よろしくお願いします。今回は数三の積の微分法についてお送りします。で、今回この4もやりますので、まずね、一回動画を止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が4問全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回はタイトルにもありますように、積の微分法です。まぁ、掛け算ですね。で、まぁ、シンプルな形で見るんだったら、こうやってカッコが2個、まぁ、掛け算でね、繋がってるタイプ、こういうタイプを解いていきます。で、前回やったは微分の知識で解くこともできるんですよ。で、どうやってやるかっていうと、全部展開しちゃえばいいと。で、展開しちゃえば、こうやってね、それを鳴らして、その形で一個一個微分していけばすることはできるんですけど、まあ、時間もかかるし、こういったやり方もあるよっていうのを覚えてほしくって、今回はこの積の形やっていきます。で、やり方は、すっごいシンプルです。やり方は。で、どうやるかっていうと、まあ、カッコが2個あるパターンがこうやって3問あるんですけど、カッコ、まあ、どっち先でもいいんだけどね、こっちのカッコを微分して、こっちはそのまんま、逆。そのまんま微分するっていうのをやっていきます。で、まあ、どっちが先でも構わないんですが、自分では先に微分をしちゃうんで、癖で。だから、この括弧を微分する。そうすると、x2 乗なんで、2x プラス2になります。これは左の括弧を微分したものです。で、それに右はそのまんまつけます。こうやって。で、足す。今度はこっちはそのまんまです。左側は。で、右は微分します。これ、右微分すると1なんですよね。まあ、なんで、かける1書かないですけど。で、こうなります。これが積の微分法です。ね、ルールはすごく簡単なんですよ。で、あとは展開して整理していくと。これね、2x2 乗のプラス 8x プラス 6x2 乗プラス 2x まとめると 3x2 乗プラス 10x プラス6と、これで終了となります。では同じルールでね、どんどんやっていきましょう。これもね、カッコ2個で積になっているので、まず左から微分していきます。で、こいつ微分すると 10x-3閉じて、後ろはそのまんま。で、足す。こっちは、そのまんまにして、ちょっと待ってね。で、後ろの括弧微分すると2ですね。なんで、かける2と。で、あとこれまとめていきましょう。毎回ね、ここ自分計算ミスがすごく多いタイプなんで、昔から。すごく緊張するというか。ミスんねんしないとね。4x-3。で、これは2にかけるだけなんで、10x2-6x-8 まとめましょう。30x2-2x-11 か。よし、これで OK ですね。では、ガンガン行きましょう。まず左側微分するんで、2x-3。後ろはそのまんま。で、足すことの左が、そのまんま。で、後ろが、微分すると 2x か。こうですね。で、展開していくと、2x3 乗。これあれか、こうが多いのか。-3x2-+2x-3。で、これ配ってって、+2x3-6x2+4x。はい、まとめましょう。下入るのか。だいぶ、OK。3乗が、さつは 4x。3乗、ちょっと使ったの消しますね。-9x2 乗。で、+6x-3。かな ?OK。さっきやったのと同じか?あってね、OK です。
はい。で、ラストですね。で、このカッコ3つのやつは、まあ、定期テストでたまに見るかなっていうイメージなんですけど、これですね。例えば、このぐらいだったら、まあ、どっちでもいいんですけど、後ろのじゃあカッコをさ、ここを、転換してしまって、x2+5x+6 みたいな。して、カッコ2個に形が変わるじゃないですか。そしたら同じようにやっても構わないんですよ。上とね。それでもできるんですけど、まあ一応ね、技を紹介しておきたいなと思って、今回問題取り上げました。で、今までやったのは、微分して、そのまんま、足す。そのまんまして、そのまんまして、そのまんまで微分っていう形でしたよね。で、同じようなリズムでやっていくんですけど、まず1個微分します。どれでも構わないんだけどね。じゃあ一番左からいこうか。こいつ微分すると1です。微分して残すからいきます。微分して残す。先言っちゃおうか。微分して残す。足す。微分して残す。足す。微分して残すです。だ同じようなことを3つやるっていう。いい？で、これ、微分してが全部1になってくれるから楽なんで、まずこいつ微分して1。つまりこれが残るから、まあ、展開してしまえば、x2+5x+6。足す。こいつ微分したら1、両サイドが残るから、まあ、展開してしまって x2+4x+3 足す微分して1だから残ったこいつ展開して x2+3x+2 と入ったか、あギリ OK っていう感じです。3つの括弧の時もね。でまとめると 3x2+12x+11 か。これ、終了となります。なので、やってることはほんとすごくシンプルですね。微分して、そのまんま、足す、そのまんまで微分っていう形でできますので、ただ、ほんと計算ミスが出やすい。今結構、項がそんなに難しくないの取り上げてるんでいいんですけど、もっと複雑だったり、分数入ってきたりすることもありますので、その計算ミスの部分だけ、ぜひね、気をつけてやってみてください。では、今回はね、席の微分法をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。